ドラえもんのレア場面。まず紹介するのが、ドラえもんが歯磨きをしてるシーンです。よく見ると、木の桶に乗っていますが、ドラえもんの体重は129.3キロのため、普通に乗れば壊れます。そして歯磨きするシーンはかなりレアです。よく見ると歯ブラシのサイズが顔の半分ぐらいであります。これでよくうまく歯磨きができるなぁと突っ込みたくなるところです。